どうも、アルダンです。前回ご紹介しましたシェアスタイルさんのトヨタヤリスクロス専用アームレストボックスの続編になります。まずはアームレスト本体のガタつきを改善していきます。使うアイテムはセリアで購入したコーナーガードテープです。赤ちゃんを危険から守るといった用途の幅 3.5cm、長さ 200cm の商品です。こちらをアームレスト本体とセンターコンソールの接続部分に貼っていきます。ちょうどいい分量を見極めるためいろいろと試していきます。これは前方の部分が丸見えで全然ダメでしたね。なんとか貼る面積を調整して最終的にこの部分に貼るのが一番いい感じでした。映像ではまだぐらついているそうな感じに映ってますが、通常使う分には全く問題ない状態で固定できています。アームレストの蓋を開けても問題ありません。横から覗き込むと少し白いテープの部分が見えますが、普通に横から見るだけであれば気がつかないです。本体がしっかりと固定できたことにより、今度は蓋の部分のぐらつきが気になるようになりました。この件については動画の後半に改善させていきます。続いて本体のプラスチック部分にアルカンターラ調シートを貼っていきたいと思います。正直言えば貼っても貼らなくてもよかったのですが、手元に結構な大きさのシートが余っていたので軽い気持ちで貼っていきます。基本的には平面ばかりですので施工はそんなに難しくありません。カーボンシートでも革調シートでも気に入ったものを貼ってみると面白いと思います。100円ショップでも売ってますので気軽に試せるのはいいですね。
貼り付けが終わりました。高級感が上がったとかは微妙ですが、まあまあいい感じに仕上がったかと思います。アルカンターラ調シートを接続部分の縁の方まで貼ったので、計算していたわけではありませんが、センターコンソールとの密着度が上がった気がします。お次は改造や改善というものではありませんが、蓋を開けた際に保持できないことについて対策をしていきます。使うのはダイソーで購入したヘアゴムです。こちらを1本ちょうどいい長さに湯沸きます。カップホルダーの部分と蓋の環合部分にそれぞれ引っ掛けます。完璧ではありませんが、とりあえず中の荷物を整理する際に一時的に閉まらないようにすることができます。使わないときはカードホルダーの中にまとめて入れると邪魔にならないです。続きまして、中に入れるトレイの脱着方法の改善をしていきます。使用するアイテムはマスキングテープです。必ずしもマスキングテープである必要はなく、ビニールテープでもリボンのようなものでも構いません。これを適当な長さに切り、トレイの端の部分に貼るだけです。ただこれだけだとうまく中に置くことがちょっと難しかったので、さらに追加で真ん中の仕切りの部分にも同じようにマスキングテープを貼っていきます。
これで楽にトレイを設置から取り出しまで行うことができるようになりました。最後にアームレストの蓋に当たる部分の片付きを解消していきます。使うアイテムはダイソーで購入した黒い消しゴムです。別に黒い消しゴムに限定はしませんが、見た目の統一感のために黒いものを選びました。これを適当な大きさに切っていきます。細かい寸法とかはなく、現物合わせでちょうど良さそうなサイズに切り出します。そして蓋の環合部分の両サイドに切り出した消しゴムを詰めていきます。これで完成です。動画ではちょっと分かりにくいですが、大幅にガタつきがなくなりました。開閉も問題ありませんし、何度か開け閉めしましたが、詰めた消しゴムが取れるようなこともなさそうです。まだ他にもアームレストのスライド部分がロックされなくて、使ってるうちにちょっとずつ出てきてしまうといった細かい部分で気になることはありますが、かなり満足のいくアームレストになりました。今回の動画が少しでもお役に立てる内容であれば大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。